にちは。今日も頑張って走っていきたいと思います、現在水曜日の12時25分ぐらいですかね。今レッスンが終わりまして、コート整備が終わってパッと出てきたんで、多分それぐらいだと思います。で、今日はもう朝からね、結構いい天気で、快晴だと思います。まあ、だんだんね、こんな感じの毎日が続けばいいなというふうな感じなんですけども、足の具合は、まあ、痛みレベル10があったとしたらどうなんですかね。こう今普通に歩いてる分には、まあ、3か4ぐらいですか。で、これ走って振動が来た時にどうなるかですよ。まあ、でも今日はレッスンもまあまあちゃんと、まあ、走り方はぎこちないにしても結構前のボール取れたんで、やっぱこうアイシングとかね、ちょっとマッサージとかケアをちゃんとしないといけませんね。ケアしたらだいぶ動けるようになってきてるんで、ほっぱらかしにしてたらダメですね。さあ、今日の走り出しはどうでしょうか。これはあれですね、今日はショートいけますね。ちょっとハーフまで行くとだいぶしんどいと思うんで、ショートはいけるんじゃないかなと思います。昨日はショートもちょっとね、あ、これはちょっと違和感かなりあるなっていう感じだったんで、ショートのハーフにしたんですけども、まあ、今日はこれだけゆっくり走ればショートそのままいけるかなという感じがします。まあショートって言ってももう 1. 点何キロですからね、しょぼいっすね。まあでも昨日よりだいぶマシですね。昨日痛みレベルで言ったら7か8ぐらいあったんで、今日は今んとこちょっと歩いてる時よりはあるんで5か6ぐらいか。左足が、右足はまあ3とか2ぐらいですかね。これはまあ昨日ももうひたすら、いや昨日はね、あの後ちょっと打ち合わせ、 LINE が、 LINE ではズームの面談が2時間ぐらい続いたんで、もうちょっと肩も凝るし目も疲れて、なんか頭がこうパンパンになりましたね。だいぶちょっと疲れてきましたね。で、今日も朝からもう DM 作戦、遅れなくなるまでひたすらコピペコピペで送りまくりですね。で、時折返信が返ってくるのに対して、まあいろいろお礼のメッセージを送ったり、質問があるときに解説を送ったりとか、まあいろいろしてるんですけども、今日はちょっとショートいけそうなんで、このままゆっくりでいきたいと思います。で、今日はですね、このままランニングが終わったら、まあ、買い出し行って、でちょうど1時ぐらいになると思います。で、1時から、まあ、ちょっとゆっくりお昼ご飯食べたら、今日はね、あるゲストが、ワックに来ます。で、これはどうしようかな、まあ、今言ってもいいんですけども、いくちゃんがね、今日は
ワックに来るんですよね。昨日急に連絡がありまして、まあ、その前からなんか帰るような帰国するようなことを言ってたんですけど、この時期のこと言ってたんかなっていう感じ で昨日 LINE で明日ワックに行きたいんですけども何時ぐらいがよろしいですかみたいな感じだったんで、まあ、これはテニスじゃなくて多分本当に喋りに来るような感じだと思います。まあアメリカのね生活、大学が変わって、まあ聞きたいこともあるんで、まあそういったことを聞いたり、まあ今やってることを話したり、まあそんな感じでちょっと今日は夕方まで、まあでも1時間か1時間半ぐらいですよね、喋れても。ああちょっとやっぱ痛いな、振動がやっぱあるとちょっと痛いですね。まあでも今日はここまで来たんで、ゆっくりゆっくりショートで行きたいと思います。クラファンの方は、まあ、毎日1件か2件ぐらいなんですけども、支援してくれてる方が、出てきてまして、まあ本当に地道な活動になると思うんですけども、まあ、最低ラインの目標は早めに達成して、まあ、そっからね ある、応援部隊が導入されますんで、まあ、その方々がとにかく拡散してくれて、まあ、一人でも多く、支援してもらわないとだいぶねきつい状態なんで、どうしようかなっていう感じです。まあでももうやっちゃえみたいな感じでまずやってみるという、まあ、そういうところからのスタートなんで、ある失敗をきっかけにだいぶねブラッシュアップされて、今は大抵のこと答えられるんじゃないかなと思います。もうその失敗があったおかげでですね、これはやばいと、こんなことではいかんみたいな感じになりまして、というかまあ当時この2ヶ月か3ヶ月前は本当に何も言えない状態だったんですよね。何を言っていいかわからんかったし、言ったらダメなことも結構制限されて、なんかいまいちわからない状態の中で言ってしまったんで、まあでも今回のねこのクラファンとか、まあ、いろんな実績を積んでいけばリベンジ、まあ、できると思うんで、まあ、そのリベンジバージョンをねしっかり、見据えていきたいと思います。じゃあ小寺さんですね、散歩してます。お昼、多分お昼食べてその後の散歩ですね。やっぱみんなこう健康にはね気を使ってなんかせなあかんとは思ってるんですけども、なかなか何をしていいかわからないっていう中で、やっぱり今取り組んでるね腸のことはやっぱり中心になってくると思うんで、まあその中でも何が一体真実なのか、まあ、これをねしっかり見定めて、だからまあ一応ねアスリート育成の指導者として何がいいのかを選別してるんで、ね、常に。だからやたらめったらいろんな人にあれせえこれせえなんて進めてないんですよね。これはいいぞと、これはなかなかいいぞっていうやつを選別して、まあ皆さんにも案内してますんでね、まあ信頼あるないあると思うんですけども、商品自体はいい商品に出来上がると思うんで、ただやっぱこう日本のそういう製造というか食品の
闇があるみたいなんで、その闇をしっかりねクリアして、まあ、しっかりこう健康になれるようにな、健康になれるような、商品の提供をねちょっとしていきたいなと思います。まあ恵比寿兄弟でいうと兄貴の方がねもうそろそろ大学院も1年終わって2年目でもうすぐ卒業だと思うんですよね。だからこれからどうするんかなっていうところやと思います。まあそんな慌てて就職する必要はないと思うんですよね。どうせ合わなかったら転職したりするんであれば、やっぱやりたいことをやりきって、やりきった中から、まあ、自分の得意なこととかね、あこれやってみたいなって言ったことにチャレンジできるような環境だったら、そこをね、まあ、狙っていってほしいなと思うんですけど、今日のパラスポットマウンテンちゃんと見えてますね。一応今年も富士山をまあ目指して、まあ今のこの足のままやとまずいんで、ちょっと早めに直したいなと思うんですけども、今年こそちゃんとね、登頂して、で日の出しっかり見て帰ってきたいなとは思うんですけども、まあだからあの夜に歩かなければ深夜、まあ、11時ぐらいまでに、まあ、上まで行ってでちょっと上で仮眠できてで朝を迎えるというね、そういうパターンであれば全然いけると思うんですよね。朝早くからゆっくりゆっくりゆっくり時間かけて登って、で深夜にもう本当に8合目の終わりぐらいのとこまで行って、で最後のご来光をね見るタイミングに合わせて早く起きて、見て帰るというような感じであればいいのかなっていう、なんかそんな予定でいきたいと思います。まあなんとなくねあそこにはこれがあるっていうのは分かってるんで、まあ今度こそちゃんとこうやってねところどころ動画撮って無事登頂しましたよというね報告をしたいと思います。去年のあの本当に富士山の登山はそこまでするかぐらいもう体調が悪くて本当にきつかったんで、ようあそこまで行ったなっていう、もう5歩か10歩歩いてはもうぜいぜい、本当にもうその10歩もですね、本当にもう腰の折れた、よくいらっしゃると思うんですけど、おじいちゃんおばあちゃんいますよね、ああいう状態でもういいちいいみたいな感じで数えながら、とにかく10歩目標で10歩歩いてはぐわーみたいな、もう倒れ込むように座って、でまた1分休憩したら10歩歩くみたいな、もう本当に苦しかったんで、人生であんなも苦しいことなんてないんちゃうかないうぐらいですよね。あんなで、あの8号の最後までもうあとてっぺんが本当に見えてて、でもそっからが長いらしいんですよね。また
回っていかないといけないんで、だから気抜いたらダメって、よっしゃと思ってもダメですね。もう最後の最後またこれ帰りがひたすらこうやって降りていかないといけないんで、これもまた苦痛なんですよね。あれどこまで行くみたいな強烈なあの下り、あれを考えると登るのもしんどいしな。まあでもやっぱりこう登頂したり御来光を見たというなんかその目標達成した達成感で最後降りられると思うん でしかも時間に縛られることなくバスの時間とかもあってんでね、もう焦って言ってたから、そういうのもなんか疲れたんですよね。もうほんとギリギリ着いたんで、今回も自分の車で行くんで、もうとにかく時間気にせず、5週目の3日間をフルに使って登頂を目指すんでね、ちょっと頑張りたいなと思います。あ、痛みレベルが上がったな、これ7ぐらいまでいったな。でもまあ左だけですね、右はなんとか。またちょっとマッサージしたり冷やしたりしないといけないな。でちょっとこのまままたお昼の買い出しに行きたいと思います。でまあちょっと休憩したらまた行くが来るんで、まあ、ゆっくり、久々のゆっくりですね。なんかまあでもそれが終わったらまた DM 作戦ね、まだ5000まで行ってないんで、多分まず5000に600何人にはもう別のプラットフォームで送ったんで、あとはもう Facebook ですね、これの5000をちょっと目標達成して、まあ、次に行きたいと思います。ということでこれから買い出し行きたいと思います。